ケンローズウォール、ケンローズウォール、ケンローズワール、1934年11月2日イは、オーストラリアシドニー出身の男子テニス選手。フルネームは、ケネス・ロバート・ローズワール、ケネス・ロバート・ローズウールという、小柄で、軽量な体育から皮肉を込めて、マッスルズ、筋肉男というニックネームで呼ばれたが、素早い攻撃やボレーを武器として、強豪たちと渡り合った。 グランドスラム優勝8回は歴代9位大記録。プロスラム優勝15回は歴代1位記録。グランドスラムプロスラム合計優勝23回も歴代1位記録である。若くしてテニスチャンピオンの道を歩み始め、1953年に18歳で全豪選手権と全仏選手権で4大大会に連勝を飾った。この年から同じ年の親友、ルーフォード、 1934年から1994年とペアを組んだブルースでも勝ち始め、全豪選手権、全仏選手権、ウィンブルドン選手権でダブルス3連勝を飾る。全豪選手権と全仏選手権はローズウォールの単ク2冠となった。1954年、初めてウィンブルドン選手権の決勝に進出したが、チェコスロバキア出身のヤロスラフ・ドロブニー。 1921年から2001年、21から13、6から4、2から6、7から9のスコアで敗れた。1955年は、全豪選手権で2年ぶり2度目の優勝を果たすも、全米でも決勝に進出したが、トレーバートに敗れた。1956年は、全米選手権で初優勝を飾ったが、全豪とウィンブルドンでは共にダブルスパートナーのホードに 決勝で敗れ準優勝に終わる。1957年に22歳でプロのテニス選手に転向する。1968年にテニス界がオープン化という措置を取り、プロテニス選手の4大大会出場が解禁されるまで、ローズウォールはプロ選手のための大会で活躍した。かつてはテニス4大大会、全豪選手権、全仏選手権、 ウィンブルドン選手権、全米選手権の出場資格はアマチュアの選手に限定されていた。しかし1930年代後半頃からトップ選手たちの大半が頂点を極めた時点でプロに転向する道を選んでいた。プロ選手たちは戦いの場を全仏プロテニス選手権、フレンチプロ、全米プロテニス選手権、US プロ、ウェンブリーワールドプロテニス選手権、 ウェンブリーワールドをプロに移していく。そうなると必然的に四大大会の競技レベルは落ちる。テニス界はそのジレンマを30年ほど抱えていたが、ついに1968年から四大大会にプロ選手の出場を解禁することを決定した。これをオープン化と呼び、テニスの歴史を通じて最大の転換点となる。大会の名称はそれぞれ全豪オープン、全仏オープン、 ウィンブルドン選手権、全米オープンに変更された。1968年以後のテニス記録は、オープン化時代、オープン、エラと呼ばれ、それ以前の記録とは、明確に区別されるようになった。こうして、プロ選手になったケンドーズウォールも11年ぶりに4、大大会復帰を果たす。 1968年の全仏オープンはオープン化制度の下で行われた最初の記念すべき大会となったが、そこでローズウォールは同じオーストラリアのライバル選手、ロッド・レーバーを6から3、6から1、2から6、6から2のスコアで破り、赤土の大会で15年ぶり2度目の優勝を飾った。レーバーもローズウォールと同じく選手生活の早い時期にプロ転向し、 オープン化措置の実施によって4大大会復帰が可能になった人の一人である。1969年の全仏オープンでは2年連続でローズウォールとレーバーの決勝対決が実現したが、今度はレーバーがローズウォールの大会連覇を阻んだ。その後、ローズウォールは1970年の全米オープンで14年ぶり2度目の優勝を飾る。この年はウィンブルドンでも 14年ぶりの決勝に進出したが、3度目のチャンスでは同じオーストラリアのジョン・ニューカムに敗れた。全豪オープンでは1971年に16年ぶり3度目の優勝を果たし、1972年に大会2連覇を達成する。この時の全豪オープンでの37歳62日での優勝は今なお破られていない、グランドスラムの最年長優勝記録となっている。 1974年39歳を迎えてもローズウォールは世界のトップレベルを維持していた。ウィンブルドンと全米オープンの2大会連続で決勝に進出したが、この時は敗れた相手が今までと異なり、当時21歳の若きジミー・コナーズであった。20年以上にわたってトップ選手の座を維持してきたローズウォールにも、 年齢的な衰えが訪れ始め、それまでのオーストラリアテニス界の前世時代とは違う、新しい世代の台頭が始まったのである。ダブルスでも同じ年の親友、ルー・ホードとのペアで抜群の強さを発揮した。1934年11月23日生まれのォードはローズウォールとは3週間違いの同じ年にあたり、プロ選手への転向も、 同じ1957年であった。ローズウォールはダブルスでは、すべての4大タイトルを獲得しているが、全豪3勝、全仏2勝、ウィンブルドン2勝、全米2勝イコール総計9勝、そのうち6勝が、ホードとのコンビである。ローズウォールホード組の4大,大大会ダブルス、優勝、全豪2勝、全仏1勝、ウィンブルドン2勝、 全米一勝イコール総計六勝男子テニスの歴史を通じて同一ペアで全ての四大大会男子ダブルスタイトルを獲得した組は六組だけであるがローズウォールホード組はその一つに数えられる長い現役生活を通じてテニス界の様々な変化を目撃してきたが目立った大きな故障を抱えることのない万能型のテニスでコートを走り続け 多くの選手たちの尊敬を集めた。1980年、ローズウォールは、親友のルー・フホードと一緒に、国際テニス伝堂入りを果たしている。ベースラインからのグラウンドストロークもネットプレーも、すべてのショットを流霊にこなす、万能型のスタイルであった。本来は左利きだが、テニスでは、父親の手ほどきで右利きに直されたという。楽しく、ご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。